早速ね、こちらライトエイト。風が強い。強い。今日はこの愛知県春日井市にある落合公園っていうところに来てます。はい。ぐるぐる回るだけの公園巡りしたいと思います。時刻は5時です。もう夕方です。行きましょう。左回りから行こうか。ゴー。右行く。わあ。あ、出口になっちゃった。終わります。これ旋回楽だよね、旋回が。サラ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 。あ、こういうなんかテクニカルな感じのコースはいいかもな。ミニベロ。おい、まっすぐ行くの？おい、ちょっとジャッジ。砂利道やん。おお、やっと安全地帯。右行く？どっち行く？どっち行く？こっち。ここだったらなんかミニベロには持ってこいだね。早く輪行したい。伊勢行きたい。行きたいとこ伊勢とか、あとどこやろ。伊勢行きたいの。ゲロや。ゲロ。温泉にこれ持ってくってこと。でも駅あるの。あるよ。そうなん。じゃあゲロに行く。これこの2台持ってゲロ行く。じゃあ、 こっちは新車だから、まあ、どっちも新車なんだけど、うずうずしてるから、インプレで。まずね、このサドル痛い。男子に向いてないで、これ。死ね死ね死ね。あと、やっぱグリップ思った通り、グリップはダメだ。振動がすごい。だから、14インチだから仕方ないけど、もうちょい。え、知らん。知らん、知らん、知らん。何がいいんだろう。じゃあ今サイクルグローブ必須だよ。これあるからすげえマシ。これカペル。でもっと分厚いのがいいかも。やっぱグラベルと比べちゃうとね、もう終わってる。振動がやばい。ここはしゃゆっくり行って。超低速で抜いていくっていう。そっち？そっち？ガタガタしてんだけど。抜くときは自転車通りますぐらい行ってほしい。歩行者にね。いや、大きな声でじゃなくて。その方が安全だと思う。ここ何？なんかある。なんか所々おしゃれなんだよな。水門的な。おしゃん。いや、なんか上行きたいんだけど、もう閉まってるね、完全に。お、すげえ。そうだ、忘れた。これマグネットでコンパクトになるんだった。紹介忘れた。あ、すげえ余裕。さすが K3。 ハンドル上げるんか。 あれ、これもしかしてやけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、
これよ。すげえ、できた。3個いけるやん。3台いける。20インチも入るわ。ああすごい、後ろだけで3台入るわ。レボーグやったらラッキー。あ、ラッキーじゃないな。でも怖いから一応これかけとく。倒れてること考えて。特にダフォン怖いんだけど、寄せとこうかな。倒しときたいんだけどね。まあ、絶対縛った方がいい。え？まあ、とりあえずね、これなんか考えよう。じゃあなんか多分やけど、これでっかいカゴ買って2個、そこにスポッて入れた方が楽だわ。ああ、キャリー的な。2キロぐらいしか走ってないと思うけど、おそらく。うん。2キロ？うん。走り足りないんだけど。うん、試乗した感じ、ね。なんか試乗しただけって感じだよね、本当やね。あのミニベロ、うんうん、をなんかこうがっつり乗ったのって初めてやけどさ、うんうん、意外と坂も登れると思った。ああ確かに、だから車輪ちっちゃいからね。うん、で小回りも効くし。そう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 。なんか別に辛いとかは思わなかったかな。そんなガンガンスピード出すわけじゃないからやと思うけど。うんうんうん、うん、これならまあちょっとした旅の途中に乗って楽しむとかはちょうど良さそうかな。私服でいい。私服で。そうだね、うん、がっちり着なくて準備しなくていいから楽ちんやな。ふらっと思い立ったらいけるって感じかもね。超気軽な乗り物だと思う、うん、もう折りたたみには今可能性を感じてるんで、うん、ってなわけで今後はミニベロ動画も増えていくと思うんですけど、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。